こんにちは、加藤理香です。植物の成長動画を始めます。ライブでもね、いくらかやったりしてるので、よかったら見てみてください。明けましておめでとうございます。加藤理香です。イングリッシュガーデンセットが届いて植えようかなって思ってたんだけど、勇気振ってね、全然植えれそうになくて。でもね、今日1月1日だけどね、雪が止んで少しね、晴れ間が見えてきたんで、今の間に植えてみようかな。明日からまたね、天気悪くなるっぽいから。でね、私のライブ配信でね、苗をね少し紹介したりしたんだけど、もう一度改めて苗を移してみたいと思います。9種類入ってました。イングリッシュガーデンセット1メーター1メーターの場所に9種類植えたらね、なんかいい感じで仕上がるっていうことなんで、これを取り寄せてみたんです。これがね、背高くなるやつ、これ10くらいのやつ、これ低いやつっぽいです。何日間か経過してるんでね、もしかして少ししおれとる感じかもしれんけど。で、一番奥の、背高いチーム、バーバスガム。これが、デルフィニウム。あ、映ったかな？隠れとるね、ここ。デルフィニウム。これが、ジギタリス。でね、真ん中のチーム。これもね、バーバス株なんだって。種類違うんだよね。で、次がタナセツム、次がリナリア。全部ね、寒さに強いっぽいよ。これがシャスターデイジー、次がエロデューム。なんかちょっと混じってみるかな、これね。で、次がこれラムズイヤ。あ、これが騙してるからラムズイヤです。で、こんな感じでね、少し間開けて植えてみたいと思います。ちょっとさすがにさ、でもまだ雪降ってきたりするこの時期に植えていいかよくわかんないけど、まあ時間あれば腐葉土とか買ってきて乗せて藁でも敷けばいいかね。ちょっとわからないなりにやってみたいなと思います。1月4日です。今日はね、暖かかった。だからね、この空間にね、苗を植えてみたいよ。9つの苗を植えて、間に白枝菊、あったやつだけどね、入れてみた。パンジーもちょっとだけ入れた。まだ雪降ると思うんですけど、またどうなっていくかを移していきたいと思います。さすがにね、ちょっと寒いかなと思ってね、腐葉土買ってきてね、腐葉土もね巻いてみたいよ。ちなみにまだ雪が残ってて、ほら、ここはねちょっとね雪なくなったけど、ほらあるでしょ。ちなみにハボタン、パンジー、ハボタン、こっちに行くとまだフリフリのハボタン、ハボタン、1月9日です。ほら、ちらちらと雪が。明日から晴れるっぽいので、雪溶けると思うんで、明日ね、またここをね撮影してみたいと思います。